こんにちは。今日は、バックの特殊なトランペット2本を吹き比べてみようと思います。まずは野中貿易の60周年モデル、そして、もう1本は、工場のバックの工場の方の50周年モデルのトランペットを吹き比べてみます。こちらが野中貿易60周年モデルです。2013年なので今から7年前になります。まず外観で一番目を引くのは一番トリガーでしょうか。一番管の指掛けの形が独特でストッパーもついています。次に彫刻です。アメリカと日本を代表するようなデザインで星条旗と日の丸が描かれています。そしてこちら銀メッキなので見た目では分かりませんが、ケーシングが洋白と真鍮の2ピースでできているなど大変特殊な作りになっております。200本限定で製造されたみたいで、裏側にはそれを証明するナンバーが記載されています。こちらは29本目ですね。続きましてこちらはバックの50周年モデルです。エルクハート工場生産50周年を記念してのモデルだそうです。アーリーエルクハート機の復刻モデルです。こちらもケーシングは2ピースでできているようです。ベルの縁には鉄の芯が入っているなど、当時のバッグを思わせる豪華なリメイク作品となっています。それでは実際に吹き比べてみましょう。Ah.